れ、あんなところで JJ 君が一人で遊んどるよ。何やって遊んでるのかな。あら、パパさんも一緒になって遊び出しちゃった。なんていうことでしょう。ビアンカ人だって遊んでほしいのに、最近のパパさんは JJ とばっかり遊んどるよ。そんなことではいかんのじゃないの。今日はそういう話をさせてまいります。これ横におるのオルカちゃん。じゃあ今日も張り切ってどうぞ。はい、どうもビアンカ人です。今日はさっきも言ったけども、まあ最近のパパさんは JJ 君のことがお気に入りすぎちゃって困っとるって、こういう話。なんでパパさんに JJ 君ばっかりエコひいきして可愛がるのって、こうやって聞いたら、なんとパパさんは本当は男の子が大好きなんだって。まあビアンカ人たち女の子なのに、なんということでしょう。これはこれこれ、今鹿の角カミ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 したのが JJ 君。まあ確かにこれ可愛らしいこと。まあこんな風では可愛いまでわかるけれども、ビアンカ人だって可愛らしいにはもうこれ定評があるよ。なんでこんなもんで、ね、パパさんになんで男の子の JJ 君が好きなのってこうやって聞いたら、パパさん曰く、ワンコはもう男の子はまあいつまでたってもにゃんちゃで子供っぽくて甘えん坊ちゃんな性格の子が多いから、おいだまで好きなんだって。おいだったら女の子はどういう風なのってこうやって聞いたら、まあこれ落ち着いた子が多いんだって。もうマイペース。まあでも、パパさんは女の子はまあ気を使うってこういう風に言っとった。まあこれ確かにわかる。ビアンカ人たちもこのパパさんが他の子をかまっとると、まあの子ばっかりこう引きしてってこういう風になるけども、 JJ 君はそういう風にはあんまりならないみたい。そうだもんで、あんまり気を使わなくていいのがもうパパさんは一番いいんだって。まあこれも今これカブちゃんの横でまあ鹿の角カミ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 しとる。ほらあとは男の子の方が大人になった時大きい体になる子が多いよ。ほいでまあ大人になってもまあもう元気でやんちゃな子が多いもんで、まあどっちかっていうと女の子よりもたくさん運動させた方がいいんだって。ほいでもね、パパさんはよくグラマラスドッグ河原に散歩に行くもんで、まあこれ JJ 君連れて毎日行っとるかじゃんって、こういう計画を立てとるみたい。まあこれ困ったもの。まあおいでこれも手で鹿の角押さえつけちゃって。確かにこれ JJ 君かわいいわ。これこんだけかわいかったら、まあビアンカ人のこれ弟分だか甥っ子だか知らんけども、ビアンカ人の家族としても大認定することに決めたよ。あれだもんね、パパさんが JJ 君可愛がるように、ビアンカ人も JJ 君のこと一生懸命可愛がっていこうかなと思っとるよ。はいで忘れちゃいかん、これカブちゃんもこれ実は子犬ちゃん、カブちゃんのことも一生懸命可愛がる、こういうふうに考えとるよ。じゃあ今日はここまで。